果香港健太チャンネル健太です。ありがとうございます。では本日も早速やっていきましょう。本日3月2日水曜日です。現在時刻6時7分です。本日最高気温26度、最低気温17度で晴れですね。降水確率は 10% くらいなので傘の心配はないかと思います。以上天気予報でした。続きまして昨日のコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は32,597人でした。うち32,592人が国内の感染者です。国外からの入国者は5名です。死者は246名でした。続きましてコロナワクチン接種者の数やっていきたいと思います。ワクチンを1回以上接種完了しているのが613万3471人、人口の 82% でした。必要回数以上のワクチン接種完了しているのが519万6236人、人口の 69.5% です。ブースター接種済みが169万9115人、人口の約 22.7% です。さあ本日のビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時42分です。ビットコインの価格は4万4000トンで46ドル60セントでした。ここ24時間の値動き見てるとね、ちょっとずつまた上がってきてますね。いやー素晴らしい、嬉しいですね。と以上でということでビットコインの価格でした。さあ体調なんですけどね、いや本当ね、わかんないんですよね。すごくねだるい感じもするし、なんか良くなってるのかなとも思うし、熱はねなんかちょっとやや落ちてきたかなと思えばやや高めというか、うん、多少ね微熱が出てる状態っていうのがね続いたりしてるんで、まあどうなんでしょうね、うん、よくはなってるのかなっていう感じです。いろいろね、ツイッターなどでね温かいメッセージやコメントありがとうございます。いや本当皆さんのコメントとかねメッセージいただけてすごく心が温まりました。すごく嬉しかったです。ということでね、まあ、私の体調の話はこれぐらいにして、いやー3万人超えましたね。1日の感染者数が3万2000人ということでね、で私のねうちの家のねビルでもですね、実はともう3人かな、感染者が出てるっていうのが分かりまして、今までね全く感染者を出してなかった私のマンションなんですが、ついに感染者が出て、じゃあ3人というか3箇所なんですけどね、感染者出してしまったみたいで、今家にね帰った後も、まあ当たり前なんですけどね、会社に来た時も消毒液でね手を洗うとかですね、ちょっとうがいをするとかですね、そういったのをで、ちゃんとするようにね結構ちょっと感染者がね落ち着いてた頃サボってた気がしなくもないので、ちゃんとやらないといけないなと。まあ、今特にねちょっとね体調があんまり完璧に治らないというか、なんか微妙な状態なので、まあ、それも含めてねちゃんとやっていかないといけないなということで、まあどうなってるのかなっていうのがね非常にちょっと、なおかつね香港の締め付けはね結構厳しいんで、まあ逆を言えばねもともと感染してた人たちなんじゃないかなっていうのはねちょっとあれしてるんですが、懸念してるんですが、でこれで全市民チェックってなったらね、本当どれだけの人が感染してるのかっていうのはねあると思うので、来月がねすごい怖いですね。またね検査薬、検査キットかがいろいろと出てきているんですけど、検査キットの中でもねなんか信憑性の低いやつとちゃんとした信憑性があるやつと2種類あるみたいで、まあそれでいうと微妙なのもあるらしくてですね、その辺がですねしっかりとこう選択しないといけないので、どれがね信憑性あってねどれが信憑性ないのかっていうのはね微妙にちょっとまだよくわからないんですけど、そういうのもあるみたいなので、その辺もしね検査キットを買われる方いらっしゃいましたら、
ちゃんと調べてから購入された方がいいと思います。あ、検査キットあのどこどこで売ってるから大丈夫だろうとかね、あのそういう感じではなくてですね、ネット上であのその検査キットがちゃんとね検査できるものなのかどうかっていうのはね確認してから購入した方がいいのかなと思います。今日はね、書類にねサインをしないといけないということで、一旦オフィスにちゃんと来て、サインしないといけない書類にサインするしてですね、まあ午後にはですね一旦家に帰ろうかなと思ってます。まずねやっぱ体調ちょっとちゃんと直したいので、ということでね、事務所も近づいてきたので本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキン、またね、バイバイ。